天神ビブレは福岡県福岡市中央区天神において株式会社オーパが運営していた商業施設ビブレ業態の1号店である2020年2月11日に閉営店もと当地には稲葉町商店街や西鉄商店街などの商店街があったが木造店舗が多く火災が数回発生していたため市街地再開発として天神コアとともに 対価構造のビルが建設されることとなり、再開発組合として、福岡支店人一丁目第一防災、建築外育造成組合を結成。ユニードやジャスコ、長崎屋などの総合スーパーが、各店舗の候補に上がる中、当初は西部百貨店に内定していた。しかし、オイルショックによる建設コストの増大、それに伴う家賃の値上げなどもあり、交渉は難航。 声優の出店も検討したものの最終的に入居を断念した。その影響や旧商店街一部店主や地権者の離脱で建設が一時停止されたが直後に日医が仲介会社を介する形態で初回に続いて出店を表明。離脱騒動も解決のめどが立ったため計画中止の事態は回避された。なお一部店舗は暫定店舗として 現在のイムズのある地に建設されていた天神5に一時期入居していた。なお、建設時及び、開店当初のビル名は、天神第一名店ビルであった。また、開店当初は、日位の直営売り場は1階の半分程度と2階以上であり、それ以外の部分は、地元商店主らによる、天神一番街エリアとなっていた。それに合わせて、 商店主らを中心としたテナント会、天神第一名店、ビル商店会を結成している。また、開業時から1990年代までは当店のみ、または西人ビブレ共通の CM を制作、放送していた。1976年11月6日に日井天神店が天神第一名店ビルの各店舗としてオープンした。 日井天神店は繁華街にある都市型店舗として出店されたが、岩田屋や博多大丸、天神コア、大英などの競合店が密集する激戦地であったことや、若者向けのエリアに30代から40代をターゲットにする総合スーパーを開店させたという、客層に対するミスマッチから業績を伸ばすことができなかった。これは出店以来単年度黒字を一度も、 形状することができなかった点からもわかる。そこで日医は1982年2月に日医天神店を閉店し、後のマイカルの語源ともなったヤングマインドをキーワードに大学生や OL など20歳前半の若者をターゲットにした店舗として1ヶ月間の改装工事を施してビブレに業態転換。1八十二年三月二十日に天神ビブレ十一として、 リニューアルをオープンした。これまで日位の主力であり強みでもあった医療品部門を大幅に縮小して雑貨を増やし、さらには専門店を大幅に増やしたことが特徴であった。しかしながら購買力のない若年齢層が来客者の大半を占めるというさらなるターゲットの読み違いが発生した。理由としては内装をピンク色にするなどの制作ミス。 顧客が新しい店舗ブランドへ慣れてなかったことなどが挙げられ、スタッフはリニューアル一週間ほどで失敗に気づくことになる。これらの問題や周辺競合店の相次ぐ改装も重なったこともあり、1982年11月に天神ビブレ21は、さらにターゲット層の業態に即した店舗にリニューアルした。後に店名を天神ビブレに、 ビル名称を天神ビブレビルに変更している。1997年には道路を挟んで東側のビルに天神ビブレニを開業したがマイカルの破綻に伴い開業から数年後の2001年2月25日に閉店した。なお天神ビブレに閉店後の2001年11月には跡地にメディアモール天神が開業している。 2011年3月1日に運営会社がマイカルからイオンリテールに変更された。天神地下街の天神コア側入り口には案内表示板として天神コアビブレ21一番街の表示があったが2012年秋に天神コア、天神ビブレ表示のものに差し替えられた。その後2014年には入り口看板ごと撤去されており、戦術の看板は現存しない。 イオングループ内のファッションビル事業の再編に伴い、2016年3月1日に運営会社がイオンリテールからオーパに変更された。しかし、福岡市が進行している天神ビッグバン計画により、天神コア、福岡ビルと共に2020年2月11日で閉店されることが明らかになった。当初は福岡ビルと天神コアビルを第一期事業で、第二期事業で、 当ビルの建て替えの予定だったが、西鉄とオーパの親会社である、イオンモールとの間で合意に達したことから、同時開発に至り、天神ビッグバンの期限である2024年までの建て替え完了を目指すことになった。この合意で当初予定されていた、再開発ビルは1.4倍に拡大し、イオンモールは地下1階に植物、全フロアが天神コアと連絡している。B2 階は、 メディアモール天神にも連絡している。1977年頃のフロアガイドは、下記の通り。ありがとうございます。